手に始めちゃって大丈夫だと思いますわかりました、はい、ちなみにこれは今品川葛飾サテライトでも同時中継中イえーイってやってるけど多分皆さん映ってないって映 <laughs> <laughs> ってる映ってる映ってる映そうだちなみに品川葛飾の会場ってどのぐらいいらっしゃるんですかねそのに 今、トータル15とか、うもうちょいあ、あっ、向こうに6、7いるんだ。はい。あの、こと考えると20ぐらいいるかもしれないですね。ズームの参加者では分からない感じになってるので。確かに、ズームだけだと、あれですね、あの、物悲しい感じもありますが。<laughs> 動画見っていうか、あとあんまりね、別にこれ見なくていいだっかなっていう気持ちもちょっとある <laughs> あ本当に、本当にごめんなさいあの、申し訳ないですけど、スクラムの話とか一切出てこなず、本当にこの配信の仕組みをお伝えするだけのセッションなので、<laughs> そう言っていただけると嬉しいです。はい、じゃあ、えー、スクラムフェスを支える配信の仕組みというタイトルで発表いたします。よろしくお願いします。 えー、このセッションでは、スクラムフェスなどで運用されているここれです、ね、配信機材がそれぞれどういうものなのかをできるだけ平易に説明することで、配信に対する心理的ハードルを低減するっていうのと、あと、あの品川アジャイルのメンツがいなくても配信ができるようにするっていうのが、えー、今回のセッションの目標です。ので、えー、スクラムの話も出てきませんし、アジャイルの話も出てきませんし、いい話も出てきません。ただ、あの解説をしていくので、えー、皆さん、お覚悟という感じです。 はい、であの解説していくと言いながら、ちょっと注意なんですけど、どの私ですね、配信とか音響に関して、ズブの素人でございますと、なので、えー、知識不足とか本発表の厳密な正確さよりも分かりやすさを優先し、配信へのハードルを下げるという方向性により、内容に関して誤りがあるかもしれませんが、その誤りをご指摘いただける方は、あの本発表のターゲットではないので、そっと自していただければ幸いです。はい じゃあまず自己紹介ですね。バアシと申しますあの。品川ジャイルっていうコミュニティであで各地のスクランフェスの配信のお手伝いとかをしたりしてますと。先の趣味はね、YouTube で地政学のゆっくり解説を見ることが趣味です。であの、配信、配信言ってるんですけど、配信、そもそも配信とはなんぞやみたいな話があるかなと思っていて、オンサイト会場とオンラインにいる登壇者、参加者が音と映像を一定以上の品質で双方向に伝えることを目標としておりますと。 どんなことかというと、現地登壇者の登壇ですね、こ,こんな感じであのちょっと複雑なのが金沢トラックで登壇してるんで、私はオンライン登壇者ではあるんですけど、<laughs> あの現地登壇者の登壇を、まあ、皆さんが見てるとで、このスピーカーからも音が出てるし、であの金沢の柳澤さんからあの声聞いて、それも聞こえるということができるのもあるし、あとは、まあ、さっきの,あの品川葛飾トラックの話をさせてもらって申し訳ないんですけどあの、オンライン登壇者の登壇を 山添さんのオンライン登壇者の登壇みたいなのも現地で見れる。オンラインでも見れるし、音声のやり取りもできるみたいな。なんなら、まあ、オンライン発表者と現地発表者の共同セッションもできちゃうみたいなところが、えー、我々が目指している配信です。で、配信に必要なもの、何でしょうかっていうと、まあ、スピーカー、音をやり取りするために、スピーカーとマイク、あと映像を抜くためにカメラ、であと、まあ、通信をするためにあの PC が必要ですよねっていうところで、この4つかなみたいな。 思うんですけども、まあ、品質にこだわらなければ、最近のね、Mac とかだとマイクもスピーカーもカメラも入ってるから、別にこれでいけるっちゃいけると。で、えー、まあ機種にもよりますけど、PC にね、マイク、カメラ、スピーカーが入ってるため、配信いけますと。こいつ、今なんかマイクとか持ってスピーカーとか置いてますけど、こいつのマイク、カメラ、スピーカーを使って配信するってこともできなくはない。できなくはないですと。でも やっていくと、まあ、こういうところで不満出てくるだろうなっていうところで、まあ、PC のスピーカー、こいつのスピーカーですね。この PC のスピーカーだと、まあ、音質が悪いし、音が小さいよねとか、あと PC のマイクだと音質が悪いよねとか、登壇中に動き回るから PC のカメラだと顔が抜けないよねみたいなところで、まあ、不満が出てくるかなと思っています。えー、PC のスピーカーだと音質が悪いし、音が小さいって、例えばあの PC 持ってきて、こいつをディスプレイにつないで、映像が見えると。 で、まあ、スピーカーとか用意しないけど、まあ、こいつスピーカーあるからいけるやろっつって、オンライン登壇者の人の、えー、登壇をここで流したとすると、まあ、スピーカーは、やはりと大きさの上限があると思うので、なかなか厳しいと。で、今のこの品川葛飾ステライト会場とかだったら、行、まあ、けなくはないかなぐらいの。でも RSGT とか、あとあのスクラムフェスのメインホールとかだと、やっぱりちょっとしんどいですよね。さすがに PC のスピーカーだけだと <laughs> なかなか厳しいと。 だけど、これぐらいの小さな会議室だったら、割とこのスピーカーでもいけるかも、みたいな。とか、あと PC のマイクだと音質が悪いっていうのは、PC にもよるんですけど、この登壇している声をこいつが拾って、それをズームに流すっていうのは、まあ、いけなくはないけど、音質的にいまいちですで。逆にこう PC のマイクからね、微動だにせず、このマイクに向かって喋り続けると、意外と聞けたりするのかな、みたいな、ちょっと諸説ありますが、みたいな。といったところで、 やっぱりある程度の品質を求めいくっていくと、PC のマイクとかスピーカーがえーだと厳しいので、それなりのマイクとかスピーカーが欲しくなってきますね。とか、あと、登壇中に動き回るから PC のカメラだと顔が抜けないって話は、ちょっと今日は座って喋ってるんで、あんまりそういうのが発生しないんですけど、例えばカンファレンスの会場とかで、こううプロジェクターがあって、これなんですよみたいな、ここにね、ありましてね、みたいな、こんな感じのことをよくやると思うんですよね。やてると、のこのカメラ、 PC のカメラだけだと顔が抜けないので、ちょっとオンラインから見てる人からすると、あれ、今、なんか誰も映ってねえぞみたいなことが発生してしまうと。なんで、やっぱりいいあのカメラがあったとして、その顔を追ってほしいよねみたいなところがあると。というところで、iPad の全面カメラにはセンターステージっていう機能があって、広角で人を捉えつつ、映ってる人を自動でアップにしてくれるみたいな機能があったりします。でも、PC 単体でも。 いけるよというところがお伝えしたくて、あの品川ジャレルとしてこの配信を始めた RSGT2021、リジュアルスクラム・ギャザリング・東京2021で、まあ、機材トラブルが起こったことがありました。配信機材があって、それが動かないみたいななった時にあの、すいません、今登壇されてる、その PC で配信、ズームに入って、マイクとスピーがーオンにして、よろしくお願いしますって言って、やらせてもらったこともあります。でまあ、申し訳ないですけど、でもオンラインの人はちゃんと話聞けたし、まあ、ある程度、 何を話しているかも分かったというところで、あのここで何をお伝えしたかというと、フェールソフトという概念がありますよね、あのソフトウェア開発だと。で、オンライントラックをやると、やっぱり、その音が聞こえないとか、あの顔が見えなくなった、まあ、顔が見えなかったらいきゃいないと思いますけど、音が聞こえないとか、あとスライドが共有できなくなったとかかな、だと、やっぱ完全にセッションが中断してしまうっていうことは発生しますよねと。 でもそれはまあ誰だって避けたい。なんで、この PC1 台あれば、<laughs> PC1 台で Zoom につながっていれば、割とどうとでもなるから、そこはご安心してねっていうことをまあお伝えしたいという感じです、ね。ということで、まあ、そういうその最低限のボーダーラインはありつつ、ある程度のクオリティを求めるために品川ジェルとして配信のために運用しているものが、スピーカーとマイクと iPad ですと。でね。 えー、マイクとスピーカーと iPad を、ね、接続するとこんな感じですとで。iPad に XAR ケーブル経由で i d i g u p l i t 経由で、まあ、入れると、マイクの音。でそれを MS101 ってスピーカーに入れるというところで、ね、えーまあ、これでみんな多分完全に理解できたと思うので、私の発表は終わりにしたいかなと思うのですが、さすがにねあの、何も知らなかったときにこんなこと言われたらたぶんぶちぎりしたと思うので、ちょっとずつ解説していこうかなと思います。はい。でえー、っと、 まあちょっとあんまり聞きなじみ iPad とかあの音声ケーブルはりとまあよく使うかなと思うのでなんか聞,きな聞きなじみのないものを解説していこうかなと思いますまずですね XLR ケーブルこれ XLR 端子のケーブルですのでえっとなんかあんまり聞きなじみないし見覚えもないんですけどそんな恐れずにいて大丈夫ですとあの XLR っていう端子規格 のケーブルです。USB ケーブルとか HDMI ケーブルみたいな感じで XR 端子の XLR ケーブルですで。業務用の音響機器でよく使われています。あでこのキャノン社が作っているっていうのはあの有名なキャノンじゃなくて、なんだっけ ?ITT キャノンみたいなそういうあの会社です。多分おそらく知らんけど。はい。<laughs> であと、 マイクですね。SM5 パー58っていうマイクを使ってます。で、これ、あの業界定番のマイクだそうですと。私はちょっと業界に属してないので、あの業界定番なのかどうか分かんないですけど、まあ、そういうマイクがありますと。で、XLR 端子でしかつなげませんと。はい。あと MS、MS101 ですね。これ、スピーカーです。で、これ、業界定番の、これも、ちょっと分かんないですけど、業界定番のモニタースピーカーですと。はい。 えすいませんちょっと私は業界に属してないのであの、業界に属している人が定番ですって言ってたんで、定番なんでしょうという感じですね。はい、えあのモニタースピーカーなんで、そのよく業界で定番として、えー、使われている方法としてはその、こういう会場とかに流すっていうよりは、何かをやっている、それを自分たちのモニターするためのスピーカーとしてよく使われているみたいです。なんですけど、そんなサイズが大きくないけど、割と大きな音が出るというのと、まあ、それなりにいい音が出るというところで、我々は。 これを運用しています。で、肝心の i、ね、あのア g リグ p l a y 2ですね、これが多分一番わけ分からなくて怖いところだと思うんですけど、えーと、音声入出力用のマイクプリアンプですと。で、えー、主に以下の目的で使用していますと。 XLR 端子を iPad に入れられるするっていうのと、音の出力と入力を2つのケーブルに分割するっていうのと、マイクの入力と iPad から出る音をスピーカーに流すっていうこの3つの目的で使っております。マイクプリアンプ、その音を大きくしてくれるっていう機能に関してはあの使ってないですと。え、これ35分 ?40 分までですよね。あ、45までかあ、ビビった。<laughs> ちょっとあの、終わんないかと思っちゃう。はい。えー、っと、x っうっ XLR 端子を iPad に入れられるようにするっていうのは、えっと、SM さっき説明した XLR ケーブルがあると思うんですけど、あれでマイクとつながってます。これ、これですね。こいつ。こいつがつな、えー、がってるんですけど、こいつを iPad につなぎたいとなった時に、この XLR ケーブルを刺す口なんて iPad にないですよね。イヤホンジャックしかないの。なので、そこを変換するコネクターとして、i r e g p l a y 2を使ってます。あとですね、えー、あの、 スピーカーと、えー、マイクの2つを1つしかないイヤホンジャックに入れようとしていると。で、これちょっとごめんなさい。キーがちょっと違うんで、あのイヤホンジャック入れてねえじゃんって話なんですけど、<laughs> これね、あの現地の人しかわかんないです,よねんですけどあの、他の会場の人たちは多分イヤホンジャックの方に入れてると思います。で、えー、1つしかないイヤホンジャックにこのマイクの音とスピーカーの音を両方入れなければならないと。ので、それを この2つのケーブルの音を i イリ g プレ2に入れて、1つにしてえ iPad に入れてくれてるっていうのもやってもらってます。でね、ちょっとよく分かんないなんでマイクの音とスピーカーの音が両方入るねんみたいな話、1つのケーブルやんけみたいなところがねあの、エセ関西弁が出ちゃいましたけど <laughs>、<laughs> すいませんね、はい。<laughs> で、えっと、そこに関してはあの、よく皆さんが使っているイヤホンジャックに挿しているあのケーブルって、実は複数の データを送ってますと。で、ものによって送れるデータの数が違うと。なので、3曲とか4曲とかって言われるんですけど、そのステレオって言われる左の音、右の音を両方送るっていうケーブルと、あと、左の音と右の音と、あと、マイクの音もあのやり取りできるみたいなあのケーブルがありますと。で、その4曲が i イ e a g プレ p l 2についていて、それを指す iPad にさしているという感じです。で、あと、最後ですね。 あのこのマイクの音と、えー、iPad から出ている音を両方スピーカーに入れないと、スピーカーから出してもらわないと、皆さん声聞こえないじゃないですか。私の声も大きくして、このスピーカーから出してほしいし、あのオンラインの人の声も大きくして、このスピーカーから出してほしいと。というところで、この2つの音を、えー、1つのスピーカーに流す。 っていうところも i イリ a g u p l a y 2がやってくれてるという感じですね。ということはね、えー、全部接続するとこんな感じですと。SM5 パーを持った人がしゃべると、こういうふうに XLR ケーブル経由で i イリ a g u p l a y 2に入って、i イリ a g u p l a y 2が iPad に入って、iPad が Zoom でえ々々自宅に配信すると。i アイリ g u e p l a y 2に入ったマイクの音はスピーカーにも入ると。で 大きくなって会場の人たちに伝わるという仕組みになっております。で、じゃあ、えー、音の話はいいと。映像をどうやってんのみたいな話があると思いますとで。会場やオンラインへのスライド映像共有はどうやってるのかというと、なんか単純につないでやってますっていうより、ちょっとふあのふ複雑なところがあるんで解説すると、まず、この私が持ってきた登壇者 PC で、ズームに入って画面共有してもらっていると。で あのスクラムフェスで登壇したことがある人って、えー、と登壇者 PC で、ズームに入ってくださいって言って、画面共有してもらってると思うんですけど、それをやってもらってますと。で、このズームの画面共有してもらってるおかげで、オンラインの人たちはまあそのまま見ればいいと。で、それを現地に流すためにどうしてるかっていうと、この音声用配信とは別の映像配信用の iPad。 あってそれ、あいつもこいつも同じズームに入っています。で、iPad の画面を会場のプロジェクターに接続し、会場に映像を投影するということをやっています。はい、こんな感じですね。登壇者,登壇者が登壇シリーズを画面共有すると。で、えー、それをズームに参加している iPad が、えー、会場のプロジェクターとかディスプレイにつないで投影するという形でやっています。 でえー、っとなんでわざわざこいあの音声配信用と映像配信用の iPad を開けてるのっていう話なんですけど、I えーっと、HDMI ケーブルでつながってるんですけど、HDMI ケーブルつなぐと、その音の出力とか入力がそっちに取られちゃう。iPad って頭よくてあのど、どっちに出せばいいのかな、音っていうのをなんかいい感じに判断してくれるんですよね。でもあんまり頭良くないんで、の HDMI の方がいいかっつって、HDMI の方に流しちゃって、 音がこのスピーカーとかから出てこなくなるんで、わざわざ分けてます。っていうのと、あともう一つ、これ、ズームに入って、あの、画面共有して、そのズームを会場に流してるけど、別にこれ、直で繋げばよくないみたいな話もあると思うんですけども、あの、ハイブリッドカンファレンスというところで、オンライン登壇と、えっと、現地登壇が入り乱れるというところで、この、 ああ現地登壇だからここつないでっ,つってでああの、オンライン登壇になったからあっちつなぎ入ってみたいなことが、オペレーションが結構発生すると大変っていうところと、あとはやっぱりああの持ってきてもらうマシンと、その会場のディスプレイの接続の部分とかで、まあ、トラブルが起きやすいので、そこはもうここはつながずにやっているという運用です。ということで、ねえー、最終形としてはこんな感じです。でえー、映像投影用の iPad が Zoom 参加して、 あの登壇者の人が画面共有してくれてる画面をそのまま流すっていう話と、あと音声入出力用の iPad が、これでも Zoom に反射して、i l i g p l a y 2から入ってきてる、えー、音を Zoom 上に流すし、えー、スピーカーにも流すみたいな。っこれで、えー、オンラインと、えー、現地の人、両方が、ま、音と映像を双方向に通信できるという状況になりましたと。 で、えー、っと、会場の音響機材と組み合わせてやる場合ですね。で、これはあのモニターとかスピーカーがない会場でやる場合の構成です。で、えー、会場の音響機材と組み合わせてやる場合は、大体カンファレンスでやる会場って、いいマイクといいスピーカーが存在しますと。え、あの、これ、あの品川ジャルが持っているスピーカーとかマイクよりも、まあ、いいものがある。無線マイク使えたりとか、あと複数、まあ、こ,あのこれ、この機材だと複数マイク使えるんですけど、あの、 我々が持っている機材の中では複数マイク使えないやつがあったりとか、まあ、スピーカーももっとたくさんお配置して、会場全部に行き渡るみたいな感じであるんで、あのー、会場の音響機材と組み合わせてやる場合もあると思います。ということでね、えー、組み合わせてやる場合はこんな感じですと。あのさっきの図でマイクをつないでけたところが会場からの入力をつなぐと、でえー、スピーカーをつなげてたところを会場への出力をつなぐというだけの、ね、シンプルな感じで、でちょっとアッテネーターっていう。 あの複雑なものが聞き覚えのないものが入ってるのでそこだけ説明するとアティネーターってあのまあ減衰器って信号適切な信号レベルに減衰するものですてちょっとこれ私ねあんまりよく分かってないんでこれ <laughs> あるんだなと思っていただければいいですね。であの会場からの出力がその会場によって違うのであの大きさを調整しなきゃいけないっていう時にこのアティネーターを使ってちょっとこう 出力を弱めるみたいなことをしてます。で、ちょっと詳しいことはね、私も分からないので、あの、多分会場に、あの、そういう音響機器がある場合、そういう音響機器に詳しいスタッフの方とかもいらっしゃると思うので、その人とかとちょっと相談して、どういうのをかま,かまわせばいいですかねみたいな話は、多分できると思います。で、えー、っと会場の音響機材と組み合わせる場合、なんか、あの音入力、出力つなげればいいよみたいなことを書いてあるんですけどあの、会場の音響機材ってね、あの多種多様でいろんなバリエーションがあるので、 あの今まで i イリグプレ e 2とアッテネーターで、えっと、困ったことあんまりないですが、えっと、基本的に事前に下見をして動作確認をするっていうのがおすすめですと。で,、えー、できなくても、どんな機材を使っているのかっていうのを把握しておくのが良いと思います。で運用の話ですね、やっぱ結構トラブルが起きますと。あの下,で下見に行ってね、本番相当に動くまで確認するのがおすすめですと。で我々はよく機材組み立てた後にやってることとしては、 あのこうやって機材組み立てるじゃないですかその後登壇者役とオンライン参加者役と現地参加者役の 3, 3役に分かれて、ちゃんとその双方向で通信,通信というか、会話ができるかというところまで確認する、下見とかで。で、本番でも組み立てた後もう一回試すみたいな感じでやってましたと。 でね、えっと、最後なんですけど、えっていうところで、まあ、ちょっと、あの配信、大変な部分がありますと。で私なんか、さらに全然分かってないんであの、大変な部分があるなって思ってやってますと。本当に繋がるのか分かんないなみたいなところあるんですけど、やっぱり配信をやることで、録画が残りますと。であの、オンライン流してるんで、そのまま Zoom で録画も取れるっていうので、でいや、 ビデオカメラ置いとけばいいじゃん、録画残すだけだったらって話もあるんですけど、なんか私はそれ経験しないんですけど、川口さん、あの今回のスクランフェス大阪の運営とかやられてる川口さんとかが昔、リジョナルスクラムギャザリング東京のキーノートとかをビデオカメラ置いて撮ってたらしいんですよね。なんですけど、やっぱり誰も見てない、その放置して撮ってるからあの、この録画がうまくいってるか、うまくいってないかの干渉誰もしてないから、よく失敗してた。 その本電池が切れて途中から切れちゃってたとか、あとは音が取れてなかったみたいな、容量あふれちゃったみたいなとか、そういうのであまりうまくいかなかったとで。なので、このオンラインセッションをすることで、そのオンラインの人が監視してくれてるのでそれ、その物が録画として残るっていうのがとてもおすすめだなと思っていますと。あと、まあ、オンラインでセッションが視聴できるっていうところで、今回みたいなね、あの品川葛飾サテライトで金沢トラックで えー、登壇するみたいなこともできますしあの、それをいろんな地域の人が見ることもできるし、オンラインからでもあの登壇できるしで、やっぱ体調悪いんで、ちょっと今日う、そういう人がたくさんとこにいるところに行くの怖いんですよみたいな、迷惑かけちゃうかもしれないみたいな時も、現地に行くよりは、まあ、オンラインだったら、ちょっと熱があるぐらいだったら、登壇はできるから、やれるかなみたいな感じでやるとかもできると、いろんな選択肢が増えます。 ので、えー、オンラインからでも登壇できるっていうのはいいことだなと思ってますし、まあ、さてこんな感じでね、えー、全国各地のサテライトを作るっていうのもできるので、えー、たくさんあるから、ぜひチャレンジしてほしいです。はい。ということで、これでみんな完全に理解できましたかね。おこっそりみんな指を。<笑><笑>ということで、発表を終わりたいと思います。皆さん、ご清聴ありがとうございました。 はい、ありがとうございました。この声も聞こえてるんですよね。はい、良 <laughs> かったです。ありがとうございます。はいまあ、特に質問とかはなさそうでございますが。まあ、一応、来月も何回も言ってますけど、まあスクラムです。金沢あのオンラインでもやりますので、ぜひオンラインチケットを買って参加していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、バイ <laughs> そう、そういえば確かに、私、金沢の宣伝を任されてたのを忘れておりました。あの金沢でもねオン,ラインオンラインで参加できる予定なので、このナレッジを使ってオンラインで楽しめる予定なので、皆さんぜひご参加よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では、はい、終わりたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。